森本知恵は、日本のバイオリニスト。北海道札幌南高等学校から、愛知県立旭日川高等学校に編入。同校卒業後京都市立、芸術大学音楽学部卒業。名古屋フィルハーモニー公共楽団入団し、その後、ロンドンへ留学。名称イフラニーマンに指示し、研鑽を積んだ。英国王立音楽大学演奏家資格取得。 ヨーロッパ各地にて演奏活動を行い、ディプロマを取得。帰国後、1992年に朝日新聞のリサイタルオブザイヤーを受賞。1996年には電気文化会館ザ・コンサートホールアンコール96に選出されるなど、日本国内での評価を確実なものとする。また、クロアチアにてピアニストのジョゼフ・サイガーと共演。2004年には、 サフォーク州セントエドモンズバリー氏のマグナカルタ900年記念演奏会に招聘され、ナイジェル・ハッチソンと共にイギリス作品を演奏。その演奏の評価をさらに高めることとなる。2003年から2013年までの10年間、名古屋電気文化会館主催朝の室内楽シリーズを企画。本人も演奏に参加し本格的な室内楽演奏に取り組み、 さらに実力を磨いた。2014年より、ベートーベン・バイオリン・ソナタ全曲演奏シリーズを、ピアニストの伊藤明子と共に、札幌、時計台ホールにて展開中である。またイジャンルとのコラボレーションとして、近年は、演劇や人形劇舞踏などの作品にも携わる。人形劇とのコラボレーション作品である、アリとキリキリスは、名古屋市内のみならず、福島、山形、 岐阜、札幌にて上演され好評を博した。2013年からは演劇家、近藤輝幸や作曲家、JR テーラーと共に人形劇と弦楽四重奏のコラボレーションである人魚姫の舞台に取り組んでいる。2009年、メンデルスゾーン生誕200年記念演奏会、メンデルスゾーンのバイオリン競奏曲を名古屋フィルハーモニー交響楽団と共演。 2012年にはバイオリン商品集フェーバリッツを全国リリース。現在は主に札幌と名古屋の両拠点を中心として更新の指導をしながら演奏活動を続ける。2015年より NPO 協愛学園にて障害を持つ子どもたちの指導やインクルーシブオーケストラの指導に携わる。名古屋フィルハーモニー公共楽団団とも会。 京都市立芸術大学申請会会員。バイオリン商品集。フェイバリッツ。2017年6月10日日日蘭。朝の室内学シリーズ。2017年6月10日日日蘭。伊藤明子。2017年6月10日日日蘭。アリとキリキリス。2017年6月10日日日蘭。人魚姫。2017年6月10日日日日バイオリン商品集。 フェイバリッツ、2017年6月10日閲覧、バイオリン奏者、森本知恵フェイスブック、2017年6月10日閲覧、ありがとうございます。